最近の若いもんはインザワイヤー。今回は若いもんから中高年への不満をぶちまけちゃいます。小池、大学行ってた時に、お前大学行ってたの？大学行ってたんだ。小池大学4年生卒業したの。何を卒業したんだよお前。なるほどね、一番栄養足りてないのね。足りてるよ。そう、そんな小池美優さんが大学の授業中に感じた最近の中高年は、授業中に先生がおっしゃってることが、ちょっとよくわかんないな、でも今授業を止めて小池が聞くことはどうなんだろうって思うか、こうスマホで調べながらこうノートを取ってたら、あなたは今それスマホ絶対に触らなきゃいけないのってすごく怒られたの。でも私はこう言ってることがわからないところがあったんで検索してましたって言ったら、そんなの言い訳でしかないってすごく怒られたの。だから人の話をまともに聞かないでそうやってカリカリして怒るのはどうなんだろうって小池中高年に思った。そう、わからないことを先生に直接聞けばよかったよ、スマホで調べるの。でも今こう授業を止めることってどうなんだろうって思ってしまうし、でも結果それで止められたんでしょ。うん、じゃあ始めから行くだから、そんなさこう調べてんだから別にいいじゃんって。そんな何のために先生がいるかって言ったら、そういうことを疑問解消していくための授業だから。でもそれは授業の後でもいいし。でもでもうるせんだよ。ダメだろ、ダメなんだよ。最近の若いもんの呆れた実態に世界中が大激怒。イタリアの料理が下手すぎるズボラ女子、親子バトルが勃発。カルボナーラを舐めてんの？もう口出ししないでよ。ブラジルでは整形で超マッチョになった男が。最近の若いもんがヤバすぎ。5月1日日曜夜8時58分。